最初のロケットってね、すごくちっちゃいの。何の形してる？見えた？昔の虫さんの死骸なの。昔。まずはこの足元丸い円の見える地球の上のところです。そうだね、虹みたいになってる。知ってる人います？みんな初めて見たもんね。知ってる何これ、なんてやつ？その時ね、本物と同じように作られてるって星出さん言ってました。職人の心意気を感じるって。でなぜかっていうと、本当にこういう感じでマンホールがポコポコポコって地上に出てくるのを見てもらえるようになってます。これが液状ところは、このパロみたいにロボットやさまざまな皆さんの生活に近い科学技術を研究しているところなんですね。納豆好き、はい、せーの、納豆、納豆好き、嬉しいな。もう本当に大人たちのデートスポット、そして子どもたちの夏休み対決して、ぜひみんな来てねば。ぜひ多くのお子さんに筑波に興味を持っていただいて、科学に関心を持っていただくべく、そのバスを利用していただければというふうに考えております。